新型コロナウイルス感染者の発熱の緩和や重症化の抑制に漢方薬が有効であるとの研究結果を東北大学の研究チームが発表しました。漢方薬は価格が安く安全性も高いため治療への活用が期待されます。研究結果を発表したのは東北大学大学院医学系研究科の高山真特命教授の研究グループです。こちらが今回研究の方で、はっきりと結果が出てきた葛根湯と小柴胡湯か菊陽石膏のセットになります。風邪の引き始めなどによく処方される葛根湯は馴染みのある人も多いと思います。小柴胡湯か菊陽石膏は喉の痛みがある際などに処方される漢方です。研究グループは去年2月から今年2月までにコロナ感染者161人を対象に葛根湯と小柴胡湯か菊陽石膏を1日3回服用するグループと症状に応じて解熱剤などを服用する通常の診療グループに分け経過を比較しました。その結果、症状の推移を見ると漢方薬を使ったグループは発熱がある人の割合が通常診療のグループに比べて早く減少しました。つまり回復が早かったのです。また呼吸不全に至るリスクも2種類の漢方薬を使ったグループの方が通常の診療をしたグループより低くなりました。今回の研究のヒントになったのはおよそ100年前の出来事だったといいます。今回の研究、100年前のスペイン風邪ですね、今でインフルエンザになりますけども、その中で使われたのが今回使った葛根湯と小柴胡湯菊陽石膏が含まれているような漢方薬の名前は柴活激湯という名前なんですけども、それが当時使われたということが残っていました。それをヒントに今回コロナの方に使うというふうなことになりました。長い年月にわたって使われてきた漢方薬には新薬とは違ったメリットがあると高山特命教授は指摘します。一つは安全性の面というのがある程度分かっていると。すでに使われている漢方薬ですので開発費用というのは特にプラスアルファはなくて保険適用の中で使えると、症状に対して使われますので非常に経済的には安いというのがあるかと思います。